あざざす、ゼロゲンと申しまーす。というわけで、ちょっと今ね、急遽、録画してるんですけども、カプコンオンラインプログラムというのが23時から始まるらしいので、今急遽ね、初見の反応を撮ってるところです。もうちょっとこれを知ったのがね、もう本当にさっきなんですよ。さっきちょっと、ツイッターの方見てたら、なんか、やるって、あ、もうあと5分ぐらいしかねえと思ってね、ちょっとバタバタ今撮ってるんですけども、まあ、なんだろう、まあ、任天堂ダイレクトみたいなもんですね。任天堂ダイレクトのカプコン版みたいな感じなのかな。うん。ちょっと今までね、任大の初見の反応しか出してなかったんですけど、まあ、ちょっといい機会なんで、まあ、ちょっと、やってみようかなと思います。はい。ということで、あと10秒やね。うん。あ、エイダの、追加 DLC はもう決まってんのかこれ。あ、マーセナリーズ、フリーアップデート。おー、いいですね。はい、ということで始まりましたと。カプコンオンラインプログラム。これ略してなんて言うの？カププロ？そう、東京ゲームショウの一つだよね。あ、ドラゴンズドグマ。バイオハザードアリボー。あ、逆転裁判。あ、エグゾプライマル。スト6。いいですね。なんか画質悪いな。俺だけか俺。皆さん、TGS2023 カプコンオンラインプログラムへようこそ。どうも。これからカプコンの最新情報をご紹介していきます。モンハン来るかな。モンハン今なんかのスマホのやつをガンガンプロモーションしてるから、あれ？これ違うよね。あ、違うわ。これなんやろ。あれ、これウィッチャーだっけ？ウィッチャーか。ちょっと任天堂ほどね、知識がそんなにないんだよな、カプコンに関しては。本当に有名どころぐらいしかわからん。おお。あ、これドラゴンズドグマ。あ、これがドラゴンズドグマですか。皆さんこんにちは。ドラゴンズドグマ2ディレクターの五野秀明です。ドラゴンズドグマ2は王道ファンタジーの世界で自由な冒険ができる。これ1の時なんかちょろっとやった気するんだけどな。別のタイトルだったかもしれないけど、うろ覚えだわ。プレイヤーの想像に応える多彩なアクションを楽しむことができます。本日は最新のゲームプレイ映像を交えながら、ドラゴンズドグマ2、さっきの白髪のキャラクターがなんかちょっとウィッチャーだったかに出てたキャラだったからちょっと勘違いしちゃった。ポーンと呼ばれる従者たちと最大4人のパーティーを組んで、あ、これパッ、これパーティー組むんだ。プレイヤーが初めに選択可能なアクションの基礎となるジョブは4種です。おお、獣な、獣してる人がいる。ジョブギルドに行けば他のジョブへ転職することができますが、今は試しにファイターを選んで進めてみましょう。これオンラインで4人パーティーとかもいけるんかな。前衛として素早い剣技で敵陣に切り込むだけでなく、盾による防御、まあ自身や仲間を守る。ソロの方が気は楽っちゃ楽だよな、こういうの。おお。さらに進んでくるハーピーが見えてきましたが、ハーピー、例えばアーチャーならハーピーの羽暴き有利に戦うことができるので、アーチャーで進んだパターンで見てみましょう。なるほどね。アーチャーは弓矢による的確な射撃により遠距離から一方的に攻撃。これエイム合わせてんのかな。結構オートで標準合ってるような。ターゲット合わせたら勝手にそこに飛んでく感じかね。あ、忍者みたいなのいたけど。本作での人々や魔物はこの世界に実在感を持って息づいており、魔物によっては知恵を働かせてプレイヤーを襲ってくる場合もあります。ちゃんと明治での戦闘をお見せしましょう。なんていうのかな、その明治はそこに生きてる感出すのって大事だよね。行動を得意とするジョブで、
味方に様々な属性を付与することで戦いを有利に進めることもできます。使う魔法は高度で強力であるほど長い延長時間を要する。すごいね、王道だね、王道ファンタジーだね。冒険の中ではポーンたちと組んだパーティーに加えて一時的にこの世界の住人と行動を共にすることもあります。ほう、これは道が塞がっているじゃないか。ならば登れそうやけど、タイタン顔ある、これこの子。最後はシーフで戦ってみましょう。盗むの。シーフは素早い連撃が可能な探検を獲物とし、わー、生かして戦うジョブです。なんかやっぱモンハンやってると双剣にしか見えねえな。ヒット&アウェイで敵を牽制しつつ隙を狙って掴みかかり大ダメージを狙う戦法が主体となります。おー、ワンダと巨像。真っ向から敵と戦うのも良いですが、おー、本作での戦闘の地形を利用する、モンハンワールドを思い出す。魔物と地形とジョブとの組み合わせに応じて多岐にわたるシチュエーションが存在するので、ポーンたちとのパーティーを組んだ戦闘はさまざまなプレイフィールを展開していただけると思います。かわいそう。ちょっとドラゴンズドグマ2の舞台には2つの国が繁栄しています。人の王国ベルムントと獣人の国バタルです。ああ、人と獣人が派閥を争ってる感じ。国を統治しています。緑豊かなこの国では思うがままに王道ファンタジーの世界を冒険することが、この場面あれやな、マリオ64を思い出すね。一方で険しい峡谷地帯が広がるバタルには古代遺跡の跡に建てられた都市が存在していて、獣人たちによる独自の文化が根付いています。なるほど。バタルの地では出現する魔物や風景の違いだけでなく、人の王国とはまた異なる体験がプレイヤーを待ち受けます。おお、怖っ。この世界では時には人々から直接話しかけられたり、あ、道具屋さんにご用？あ、急に話しかけられたやつ。助けたりすることでクエストを受けることがあります。助かった。もうダメかと思ったよ。あー、なるほどね。俺を冷凍まで警護してくれる気はないか。知識を持ったポーンがいればクエストの先導を行ってくれることがありますが、ポーンの助言や案内を聞き入れるかどうかはプレイヤーの自由です。なるほど、無視してもいいってことやな。冒険の支えとなるポーンたちはプレイヤーが窮地に陥った時には自らの判断で助けてくれる。すげえ、受け止めてくれた。クエストをこなす際そんな動きもしてくれるんや。主要な拠点間に技師者が運行して、あんな惚れちゃうよ。ぜひ利用してみてください。牛車勝手に乗っていいの？途中で技師者が襲われてしまうこともあります。技師者って言うんだ。何こいつ、どのように切り抜けるのか。怖、お尻必要になるでしょう。乗車中は目を閉じることで、あー、なるほどね、時間を短縮することもできます。スキップもできると。技師者への移動中にも常に時間は経過していて、プレイヤーを取り巻く状況は刻々と変化していきます。おお、暗っ。特に夜は恐ろしく危険な時間帯です。暗いな。周囲を照らす光がなければ野外では足元すら見えないほど深い闇に包まれてしまいます。イエーイ。また夜にしか現れない危険な魔物も存在するので、先に進む場合はやっぱこういうのは注意が必要です。やっぱお決まりなんやろな。夜になった骨の魔物が出てくる。皆さんがキャンプ用具を持っていれば焚き火跡を見つけてキャンプで夜を越すことで体力を回復することもできます。こんばんは、各社様。お、声高っ。こうして各社様と続けるためびっくりした。誇らしく思います。思ってた声と近かった。本日は女の子やった。物語が進むと転職可能な上位ジョブを魔剣士マジックアーチャー。魔剣士は武器を使った武装。魔剣士は魔剣士。これキマエラじゃん。近距離ではデュアルブレード。遠距離では魔法。お、総中魂みたいな動きしてる。攻撃を得意としていて、魔力を込めて敵の動きを封じたり、複数の物体をまとめて投げつける技を。若干モンハンのスタッフ作ってんのかな。マジックアーチャーは魔法の矢を放つ遠距離戦にさらに特化した上位ジョブです。あ、複数一気に飛べるんか。かっこいいね。回復や支援行動に加えて
自身の最大 HP と引き換えに広範囲に強力な一撃を放つスキルも思います。他にも特徴的なジョブがあるので楽しみにしていてください。東京ゲームショーカプコンブースではドラゴンズドグマ2の体験版が出展されております。おお、人によって本当に様々な異なる体験が待っていますので、わりかしちょっと面白そう。どうなんやろ。ドラゴンズドグマ2はプレイステーション5、 Xbox、 Steam ね、 XS、 Steam での発売に向けて Xbox の名前長すぎやなこれ。ぜひ今後の続報にご期待ください。ありがとうございました。やばいな。でもやっぱこういうゲーム見るとどうしても、おドラゴンだ、すげえ、ドラゴンしててドラゴンがちゃんと強そう。うん、こういう系のゲーム見るとなんかブレワイとかティアキン思い出すようになっちゃったな。どうしても比較にされる気がするね。おバイオ4。続いてはバイオハザード RE4 などシリーズの情報をお届けします。追加 DLC の情報かしら。今年3月に発売したバイオハザード RE4。 あ、もう半年ぐらい過ぎてんのか。バイオハザード4のリメイク作品である本作は販売本数500万本。いや原作は本当面白かったな。これ体験版ね、ワンパートだけ体験版やってるのをやってるんですけど、本日発売されたばかりの追加 DLC セパレートウェイズを中心にバイオハザード RE4 の魅力を改めてご紹介しましょう。ナオンセールってことはもう発売してんのか。セパレートウェイズはエイダボンのサバイバルを描く追加 DLC。エイダ視点やね、やっぱり。ジ・アナザーオーダーとして収録されていたコンテンツが、遊び応えのある DLC として登場しました。あ、やっぱ4原作あったか。本編ストーリーで、消息を絶った大統領令嬢の行方を追って、不穏な村を訪れたレオン・S・ケネディ。セパレート・ウェイズでは、彼より先に村へ潜入していたエイダの視点から、本編ストーリーの裏側を体験することができます。またエッチな服着てるな。ウェスカーの指示を受け、おウェスカー。ミッションを遂行するエイダ。行く手を阻む数々の障害、ハルヒガンテ自らの体を蝕んでいく未知の脅威、謎の琥珀アンバーを通して絡み合う思惑。あれエイダ自身も感染してたんだっけ。エイダが選ぶ道とは。めっちゃ顔綺麗。 RE4 本編にも登場した多彩なアクションも健在です。狙って撃つ銃での応戦、体勢を崩した敵への近接、めっちゃ回ったね。そんな回る必要あった今。パリーやステルスキルなどのナイフアクション。おパリー。セパレートウェイズでは、わさらにエイダのアイコンを入れるフックショットを生かしたアクションを追加。よりスリリングでスピーディーなサバイバルホラーが体験できます。うわお、スタイリッシュ。バイオハザードの RE4 本編とは一味違うプレイフィール。いやエイダさんいいよね。そしてセパレートウェイズが重なることで姿を現す事件の全貌、そのカタルシスを存分にお楽しみください。わ、この角度めっちゃ美人。ウィスを見つけた。アンバーを確保しよう。アンバー。そっちはダメ。ここで遊びましょう。おお、スタイルし。やつがいるんだ。あの子は手遅れよ。俺が簡単に諦めると思う。まあやっぱ計画の変更。リンクしてるよね。本編と。やばい。そのまま動かないで。サイコロになる。私にこれを使わせないわよね。いい声。追加 DLC セパレートウェイズは本日より発売を開始しています。あ、今日からなんだ。あ、そういうことね。マーセナリーズの無料アップデート。あ、マーセナリーズも今日から。セパレートウェイズにも登場するエイダ・ウォンとアルバート・ウェスカーが新たに参戦。もうダメだ、なんかウェスカー見ると笑っちまう。できるだけ多くの敵を倒し。あ、マーセナリーズめっちゃ面白いんすよね。ゲーム本編をお持ちの方ならどなたでも無料。もう原作の時もう本当にマーセナリーズばっかやってたもんな。さらに魅力を増したザ・マーセナリーズをお楽しみください。あ、やっぱ防寒なんだエイダ。本日追加 DLC セパレートウェイズの発売と、うん、ザ・マーセナリーズの無料アップデートを迎えたバイオハザード RE4 現在お得なセールを実施中です。欲しいね。まだプレイされていない方はぜひこの機会にご体験ください。RE4 の本編ストーリー全編をプレイステーション無料で楽しむことができるバイオハザード RE4 VR モード。無料なんだしかも。主人公レオン・S・ケネディになりきって過酷なサバイバルホラーを体験できる無料 DLC として開発中です。
いやー、VR はいいかな。多彩なステージは360度見渡すことが可能に。 3D オーディオの臨場感やセンスコントローラーならではの直感的な操作と相まって究極の没入感を味わうことができます。まあ怖そうっていうのもあるけど、本作の魅力は普通に良いそう。アクションのリアリティと爽快感です。本作に登場する様々な、こんなスタイリッシュなことできんで、リロードの操作感といった細部に至るまでリアルに表現。ナイフ、ハンドガン、そもそもその PS PSVR2 って売れてんのかな。スナイパーライフル、サブマシンガン、おお、リロードかっこいいね。さらにはこんな操作も。回しすぎ。アイテムが隠された箱や樽はワンボタンで簡単に壊すことが可能。没入感を妨げない快適な操作。グマルシャンの箱じゃん。究極の没入感で楽しめるバイオハザード。俺のリブロードはレボリューションだ。この冬配信予定です。バイオハザード RE4 が新たなプラットフォームにも登場。え？アップルシリコンを搭載した全ての Mac でプレイ可能になります。 RE4 の緻密で美麗なグラフィックが Mac でもパワフルに表現。 Mac ユーザーの皆様にもリアルなグラフィックと快適なゲーム体験をお届けするべく開発を進めています。さらに iPad で遊べるバイオハザード RE4 も登場。本作は M1 以降を搭載した iPad Air や iPad Pro でプレイ可能です。やっぱ今はなんか屋上のサバイバルホラーが自宅や外出先 iPad とかでも遊べないとダメなのかな。あんま必要性感じないんだよな。 Mac、 iPad 版バイオハザード RE4 は2023年発売予定です。本日もご紹介した追加 DLC ザ・マーセナリーズやセパレートウェイズも順次配信予定。あー、 Mac と iPad 版にね。そして RE4 の発売に先駆けて、あ、ビレッジで iPad でできると。こちらも M1 以降を搭載した iPad Air や iPad Pro でプレイ可能です。 iPad に互換性のあるゲームコントローラーでのプレイに対応しており、快適なゲーム体験をお楽しみいただけます。タッチコントローラーでのプレイではボタンの位置、大きさ、濃度、表示時間を細かく調整することができます。やりにくそう。14人のカスタマイズでプレイすることができます。いつでもどこでも様々なプレイシーンでイーサン・ウィンターズの決死行をお楽しみください。各タイトルの対応機種は公式サイトをご確認ください。バイオの9の情報とかないんやろうか。9だけにね。あ、モンハンだ。モンスターハンターシリーズの情報です。これよ。でもナウだよな。まずはって言ったから、まあナウの他にもなんか言ってくれるかな。ナイアンティックでモンスターハンターナウのゲームディレクターを務めておりますカノです。ナウはどうなんやろ。リリースされたばかりのモンスターハンターナウ、遊んでいただけてますか。まだの方は今すぐポケモン GO とかのモンハン版みたいな感じだよね。あなたのスマートフォンにダウンロードできます。モンスターハンターナウは現実世界にモンスターハンターの世界がやってきたをテーマにした作品です。どうなんやろね。これディオレウスやディアブロスなどの強大なモンスターを狩猟することができます。もちろんあなたの周りにいるハンターと4人で一緒にグループハントをすることもできます。あ、開発もポケモン GO のとこと一緒や。モンスターハンターナウのユニークな機能として AR カメラ機能が搭載されており、うん、こんな風にあなたのお気に入りのモンスターと一緒に。おー、迫力あるね。皆様のお持ちのスマートフォンに特別なセンサーが搭載されていなくても奥行きもきちんと認識してよりリアルな写真を撮ることができます。ぜひ試してみてくださいね。食べられとるかな、後ろの絵に。そして最後にモンスターハンターナウの最新情報を少しだけ皆さんにご紹介させていただきます。ナウの情報短いな。次の大型アップデートは12月を予定しており、うん、新しいモンスターが数種類、そして新しい武器種も登場する予定です。ん？何やその顔は。次にやってくるモンスターの方向が聞こえてきましたね。今のモンスターハンター声誰だっけ？なんかすごい聞いたことある。大きなアップデートを予定しており、これからもどんどんモンスター、武器種など
新要素が登場する予定です。お楽しみに。まあこれ始まったばかりだからまだまだこれからだよなっていう感じはあるね。第1作目のモンスターハンターの発売からもう20年や。2024年、そう、来年で20周年なんですよね。もうそのタイミングで何か出してくるでしょうよなあ。おお、本日はモンスターハンター20周年を記念したロゴ、そしてハンターにスポットを当てた20周年記念アートの第1弾を公開します。サンブレイク。おお、 G ポータボードースセカンド、セカンド G トライ、サードトライ G、フォー、フォー G、 クロス、ダブルクロス、ワール、アイスボーン、ライズ、サンブレイク。お、おわー、かっけそれぞれのメインモンスターたちの装備着てる。今後20周年を記念した様々な企画を公式サイト等で順次発表していきます。これからもモンスターハンターシリーズにご期待ください。え、そんだけ。ここからは好評発売中のアップデート情報をお届けします。え、なんか新作のなんかちょろっとだけでも見せてくれるとかなかったの。第1弾でバリアントスーツ10体が追加となったエグゾプライマル、楽しんでいただけていますでしょうか。終わりですか。本日は次のタイトルアップデート第2弾のエグゾプライマル、どうなんやろ。わりかしまず最初に紹介するのは新フィールドの海洋プラント、苦戦してるっていう話聞きますけど。近海に存在する石油プラントとして建設された場所でしたが、その後アイビウス社によってハイゾル生成施設として生まれ変わりました。わりかし面白そうではあるんやけどな、個人的には。海上に浮かぶ施設での恐竜との激しいバトルが繰り広げられます。戦闘エリア間の移動にはつながっている細い足場を使ったり、移動に便利なリグやスキルも有効です。潮の湯で高低差もあるフィールドなので、地形に合わせた栄養スーツやリグを使い分けると良いでしょう。くれぐれも足元にはご注意を。めっちゃ飛んできた、めっちゃ飛んできた、めっちゃ飛んできた、めっちゃ飛んできた。新たなファイナルミッションとしてエスケープが追加されます。脱出するの？相手チームと協力して10人で目標の達成を目指す。協力するの？というこれまでのファイナルミッションとは一味違うものとなっています。エスケープは2つのフェーズで構成されています。最初のフェーズは迫り来る恐竜との戦闘を行いつつフィールドのエリアを確保します。はあ、ははあ、制限時間内に確保できたエリアが多いほどガチエリア。最終フェーズでエグゾスーツの能力が強化されます最終フェーズになるとフィールドのどこかに脱出ゲート、エスケープデバイスが出現します。ほう、超大量の恐竜がひしめき合う中、エスケープデバイスに飛び込むことができれば脱出成功、ミッション達成となります。これ全員で脱出しないといけないのかな。いるのはわずかな時間のみ。全員が脱出できるよう味方と協力しましょう。なるほど。そして新しいリグが2つ登場します。1つ目はドローン。ドローン発射すると前方に飛んでいき爆発します。この爆発はフィールドに一定時間残り、ドームじゃん、恐竜を視界不良にします。視界不良。2つ目はエネルギーストライク。刀身を射出した場所へテレポートし素早く切りつけます。移動と攻撃を兼ね備えたリグになるので、エッジストライクで一気に距離を詰めてラッシュを決めるなど、これまでの攻撃系のリグとは異なった使い方ができるでしょう。落とした。続いてはこちらの情報。あ、コラボ、ストリートファイター6とのコラボレーション。リュウジャンを紹介します。メカリュウ、メカガエル。リュウとガイルのエグゾスーツスキンをご覧いただきましたが、本日さらにもう一体チュンリーじゃん、チュンリーのエグゾスーツスキンを発表しました。こちらはそれぞれのキャラクターのエグゾスーツスキン、エモートチャーム、スタンプ。なんでガイルだけボコボコにされてんの。あのアイコン、ユニークなのでストリートファイターシリーズのファンはもちろん、
どなたでもお楽しみいただけ、これ和田とかも竜とか剣とかチュンリンになるの。さらにシーズン2ではこんなイベントも。あ、ハロウィンだ。ハロウィンやホリデーなど期間限定キャンペーンを開催。期間内に特定の条件をクリアすると特別なエグゾスーツスキンを手に入れることができます。また経験値が2倍になるキャンペーンも開催予定です。あー、そういうのもあるね。キャンペーン情報は公式サイトや SNS でお知らせします。お見逃しなく。このゲームなフルプライスなのがねちょっとね。このように盛りだくさんのタイトルアップデート第2弾ですが、配信高いんよね。単純にパッケージ水曜日となっております。パッケージというか同日からエグゾプライマルはシーズン2になります。何これ。シーズン2のサバイバルパスもこんなスーツスキンやエモートなど。あ、エモートかあるのでご期待ください。さてタイトルアップデート第2弾およびシーズン2の情報は以上になりますが、最後に少しだけ今後のアップデート情報をお見せします。お、モンハン。え、モンハンとコラボするんだ。モンスターハンターコラボ今ラージャン制作中です。いいじゃん、ラージャンがいたけど。お待ちください。タイトルアップデート第3弾は2024年1月に配信。まあでも人気作品とコラボするわな、そりゃ。まあモンハンの装備とかあってもあんま違和感ないかもな。確かに。オンライン専用チーム対戦型マッシブアクションエグゾプライマルは好評発売中です。タイトルアップデートなどの機会にぜひお手に取ってみてください。それでは、おお、この装備かっこいい。レッツマッシブエグゾプライマル。まあ無料とは言わなくてもいいけど、もう少し安い方が手は出しやすいかな。あ、ストリートファイター6。続いては熱いバトルが繰り広げられているストリートファイター6。なんか追加キャラの情報とかかな。ストリートファイター6は今後も新しいキャラクターやコンテンツを追加していきます、うん、この前ラシードが出たんだっけ、ね、すでに7月には1人目のキャラクターラシードを追加いたしました。次秋って人じゃなかったっけ。そして9月27日水曜日には2人目のキャラクター秋がいよいよ参戦。顔怖。痙攣性筋収縮が発生。秋が一体どんなファイターなのかご紹介します。キノコみたいな頭してる。これまだなのか。秋は元シャドル幹部ファンに支持する毒使い。元シャドル幹部、その力を振るうことに無常の喜びを覚えるというキャラクターです。敵側なのか。はいかがですか。速やかに消します。おお、なんか邪剣と邪剣や突した爪を合わせた攻撃や変則的な動きで相手を惑わせ、毒を利用してダメージを増加させるトリッキーなキャラクター。毒を付与できる飛び道具や爪攻撃を使用し、どうなんかね、格ゲーマーの人たちから見たらこの子は奇襲を仕掛けて近距離戦に持ち込んだり幅広い戦法が可能です。新キャラって、まあ、どこの界隈でもそうと思うけど、やっぱ最初の方がめっちゃ使われるやろしな。うぃー、秋の配信時にはアウトフィット1のカラー3から10はもちろん、アウトフィット2の配信も予定しております。おお、顔近、顔怖。ワールドツアーでは師匠としても登場するほか、ワールドツアーの新ステージとして天公演が追加されますので、天公演こちらもお見逃しなく。また11月1日に結構ね、配信者の人のストリートファイター6の見てたりするとちょっと結構個人的にもやりたくなってますね。特別なランクであり、アクト終了時に到達していたプレイヤーは特別称号を獲得できます。さらなる高みを目指して切磋琢磨しましょう。
より練習がしやすくなるトレーニングモードの機能を今後も調整追加していきます。トレーニングモードショートカット設定や反撃設定、フレームメーター、フレームメーター細かい機能を追加しました。なるほど。その他にも明治とのコラボイベント、やばい10月からは戦争を起こす気だ。キノコタケノコしょってたって。ストリートファイター6はラシード、アキだけでなくイヤーワン追加キャラクターとして2023年年明けての冬にはエド、2024年春には豪輝が参戦します。もうはや豪輝、豪輝追加キャラクターはそれぞれ単体でファイターコインで購入することが可能です。なんか原型とどめんでないぞ豪輝。また4キャラクターをお得に入手したい方はイヤーワンキャラクターパスや追加衣装アウトフィット、イヤーワン、イヤーワンとか変えてるってことは追加キャラクターまだまだ来るっていうことなのかな。お見逃しなく。ますます盛り上がりを見せるストリートファイター6に今後もご期待ください。続いては e スポーツの情報をご覧ください。おう、年々進化し続けるカプコン e スポーツシリーズ最新作ストリートファイター6の公式大会をご紹介します。いやー、まあやっぱ格ゲーといったら e スポーツ、そしてトッププレイヤーが集結し日本最強チーム大会だよな。約半年間にわたって繰り広げられる激闘のリーグ戦、そして世界最強チームを決めるストリートファイターリーグワールドチャンピオンシップも開催。各地域の優勝チームの最終決戦をお楽しみに。頂点を決める個人戦カプコンプロツアー2023最終決戦の地カプコンカップへの出場を目指し、やっぱこういう大会は各地域で熱戦を繰り広げる格ゲーか FPS かみたいなところではね。今年のカプコンカップの1位賞金は100万ドル、賞金総額は200万ドル以上。100万ドルってことは、え、日本円で1億うん千万ぐらい。各公式 SNS アカウントをご確認ください。やばすげえ夢があるねやっぱり。最後に本日紹介できなかったタイトルの映像をご覧いただきつつお別れとなります。紹介できなかったタイトル、ご視聴いただきありがとうございました。紹介できなかったタイトルとは、ん、これ何、え、怖っ、これなんやろ、え、これ何、切ってる、雰囲気えぐ、鬼武者みてえな感じなのかな。デザインすごいな。おお。え、なんでこれ紹介しなかったの？これまだ発売されてるわけじゃないんでしょ？いや知らんけど。なんて読むんだこれ。え、なんで、え、なんでこれを本編の方で流さねえんだ？ああ、XIM のね、オフライン版ね。これ、女の子かわいいよな。これね、あの、オンライン版のやつが、あの、サービス終了して、で、まあ、いろいろ出来は良かったんやろな、中身の。だから、
オフライン版としてなんか遊べるようにしたんだよね。いや可愛いよなアイリスとか。これいや今日これ BGM 多いんだよね。そうエグゼとか歴代のロックマンシリーズからねいっぱいキャラクターがいるのもいいんすよ。いやこれね普通にちょっとやってみたいんだよね。ただこれスマホエアーマンスマホだけなんじゃなかったっけこれ。これむしろスイッチとかでやりたいんやけどな。いやかっこいいエグゼ。いいね。あーかわいい。まあオフラインだから多分リアルマネーはもう使わなくていいと思うんだよね。IC ペンギン行こう。うん結構普通に面白そうなんだけどなこれ。えぐいダメージ出してるけど。そうちょっとネタ的な装備もあったりするのがいいな。ババうん、スチームとスマホからやな。あそうかスチーム版あるのか。スチーム版あるならちょっと欲しいな。終わり？今のもなんで本編で流さなかったのか。あ終わっちゃった。終わったか。うーんなるほどね。はいというわけで今日は、東京ゲームショウ2023のカプコンオンラインプログラムですかね。はい。まぁ、あ、ちょっとこれの初見の反応を撮ってみましたけど、まぁ、あ、ちょっと、難しいね。うん、もしかしてちょいちょい初見の反応にしては珍しくカットを入れてる可能性がありますけど、まぁ、あ、そんな感じで、今回は終わろうかなと思います。はい。というわけで、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。